釣り具屋さん勉強してね、お願いだから釣り具屋さん勉強して、一般の人たちは勉強しなくてもいいですから、釣り具屋さんお願いだから勉強して、全国の釣り具屋さんのほぼ 90% 勉強して、釣り具屋さんが一番ダメなのがですね、新しいことを何も知らない、これが一番困ってるんですよ。今の 90%、 いやいや今ね軽く言って 99% って言いたいぐらい、釣り具屋さんがですね、ちょっと釣り具のことを全く分かってないね、ネット上でなんか騒がれてることを、ああそうなんだって思っちゃう人がいるんだ。なんね、ちょっと一般のお客様たちがですね話してることにそこに入っちゃダメね。今ね雑誌っていうのもダメなんだけど、この間久しぶりにルアーマガジンっていうところの雑誌のね取材を受けたんだけど、ルアーマガジンには言ったの、あんたらね教科書なんだから正しいことを言いなさいっていうことでね、要は正しくないことをあたかも正しいかのように書いちゃうのがそれはダメよと、ね、一般の人たちはそれは教科書だと思って信じちゃうんだから、できれば雑誌というのはですねそういうこう、ちゃんとしたことが書いてあれば、ね、雑誌読むの釣り屋さんだけなんだから一般の人ほぼほぼ買わないんだから、ね、雑誌読むの釣り屋さんなんでっていうとね休憩所に置いたんだよ雑誌が。だから昼休みの時何にもすることねえからこうやって雑誌見てん の休憩所にテレビがないのよ。でいろんな俺チェーン店に行ってるんだけど、チェーン店でセミナーでね、休憩所にテレビがないのよ。そうすると何すんのって飯食いながら雑誌見てんだよ。でそこで変なこと覚えちゃうんだよねえ、だから雑誌社が何とかしろっていう世界でございますね。はい、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですねぜひご入会をよろしく